ミューイトランはイトランの仕様の一系統である。当初はフルセットが大きなものとなったイトラン2に対しワンチップマイコン等への実装を対象としたサブセットといった位置づけでまとめられた仕様であった。その次の世代以降では全機能を引き継ぐ形で仕様名としてはミューイトラン3.0、ミューイトラン4.0という名前になっている。また当初の目的であった。 小資源のサブセット化については、使用中に実装水準の規定を設けて、対応している。2011年時点の最新版は、バージョン4.03、03である。システムの大規模化、複雑化に対応するため、メモリ保護機能拡張を備えた、ミューイトラン4.0、PX 使用も公開している。また、ニュークリアスアートスにミューイトラン4.0準拠の、 API を実装した n ー c リアス s m u i イプラスや e コ o s などイトランとして設計実装されたアートス以外でもミューイトラン互換の API が用意されていることがある。ミューイトランにおけるタスクは他の多くのオペレーティングシステムにおけるスレッドと等価でありアプリケーション内におけるプログラムが並列実行する単位である。m ュ i t r a カーネル上で動作するアプリケーションは 少なくとも0個以上のタスクから構成する。タスク例外処理機能は、タスク上で発生した例外事象を処理するための機能である。割り込みや CPU 例外がタスクとは異なる。コンテキストで処理するのに対し、タスク例外処理はタスクと同じコンテキストで処理する点が異なる。タスク例外処理ルーチンでは、タスクコンテキストで呼び出し可能な全サービスコールを使用することができる。 同期通信機能は複数のタスクの実行順序の制御やデータの送受信を行うための機能である。ニューイットラに4.0使用の同期通信機能には次の7種類が存在する。このうち S の付くサービスコールはスタンダードプロファイルでも対応している。また A の付くサービスコールは自動車制御プロファイルでも対応する。メモリプール機能は メモリブロックを動的に割り付け、解放を行うための機能であり、概ね C 言語におけるマレック、フリー関数の機能に相当する。ニューイットラン4.0仕様のメモリプール管理機能には、次の2種類が存在する。このうち固定長メモリプールは、スタンダードプロファイルでも対応する。自動車制御プロファイルでは、メモリプール管理機能は対応しない。 時間管理機能はカーネルが管理する時間に依存した処理を行うための機能である。ニューイットラに4.0使用の時間管理機能には次の4種類が存在する。このうち S の付くサービスコールはスタンダードプロファイルでも対応する。また A の付くサービスコールは自動車制御プロファイルでも対応する。時間管理機能が管理する各種ハンドラは タスクとは異なるコンテキストで処理する。システム状態管理機能は、タスクの優先順位の回転、CPU ロック状態やディスパッチ禁止状態の制御、等を行うための機能である。割り込み管理機能は、外部割り込みが起動する割り込みハンドラ及び割り込み、サービスルーチンを管理するための機能である。スタンダードプロファイル及び自動車制御プロファイルでは、割り込みハンドラ、または割り込み、 サービスルーチンのいずれか一方のみを対応する。割り込みハンドラ及び割り込み、サービスルーチンはタスクとは異なるコンテキストで処理する。サービスコール管理機能はユーザ定義の拡張サービスコールの定義と呼び出しを管理するための機能である。システム構成管理機能は CPU 例外ハンドラの定義、コンフィギュレーション情報、バージョン情報の取得、 および初期化ルーチンの登録を行うための機能である。組み込みシステムでは、オブジェクトの生成を性的に解決できる機能が要求される場合が多くある。New i t l i n 4.0仕様では、性的 API と呼ばれる一種のスクリプトをコンフィギュレーションファイルに記述することで、性的にオブジェクトを生成することが可能になる。スタンダードプロファイルは、主として、 ソフトウェアの移植性の向上を目的とした機能集合である。スタンダードプロファイルでは使用可能なオブジェクトの種類を制限したほか、オブジェクトの生成は性的 API による方法に制限している。トロン全体に共通して言えることであるが、ニューイトランは使用のみを提供するものである。その実装は各ベンダーに任されている。 そのため、同じミュウイトランであっても実装間の差が大きく、ソフトウェア資産の再利用性に問題があった。ミュウイトラン4.0仕様では、スタンダードプロファイルを規定することで、各実装に最低限の互換性を持たせることを試みている。自動車制御プロファイルは、カーネルのオーバーヘッドやメモリ使用量の削減を目的とした、主に自動車制御アプリケーションを対象とした機能セットである。 自動車制御プロファイルでは使用可能なサービスコールをスタンダードプロファイルよりさらに制限し、かつ待ち状態への制備負荷、優先度変更負荷といった特徴を持つ制約タスクが導入されている。同様な目的を持った OS 仕様におセックがある。保護機能拡張は昨今のソフトウェアの大規模化、複雑化、及び開発期間短縮の要求の中で ソフトウェアの品質、信頼性の向上を維持するために検討した。保護機能拡張の目的は次の3点である。保護機能拡張では保護ドメインを単位としたメモリアクセス制御を中心として以下の点が追加、変更している。最近では、ミューイトランの実装を統合するための試みも開始している。高田博史小教授が開始したトッパーズプロジェクトでは、 オープンソースの実装を開発、公開し、ミューイトランの決定版を目指している。T エンジンプロジェクトはミューイトランから T カーネルへの移行を呼びかけている。T カーネルは、使用上はミューイトラン3.0と告示しておりいくつかの機能拡張を施したものとみなすことができる。2013年9月に打ち上げられた国産ロケットイプシロンとそれに搭載された。 観測衛星比先に、ミューイ・トランと T、T カーネルがそれぞれ使われた。2017年3月に発売された、家庭用ゲーム機任天堂スイッチの、ジョイコンコントローラーの NFC 制御用 OS にいい、ソル株式会社が開発した、ミューイ・トラン4.0準拠の OS が採用されている。T、エンジンフォーラムジャパン、2014.1、トロンプロジェクト30周年。 ニンテンドースウィッチがミューイットラン4.0使用準拠リアルタイム OS を採用。モノスト IT メディア2017年7月7日閲覧。ありがとうございます。